ロナルド・ホセ・アクーニャ・ブランコ・ジュニアは、ベネズエラのバルガス州、ラグアイラ出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。MLB のアトランタ・ブレイブス所属。2014年7月にアトランタ・ブレイブスと契約して、プロ入り。2015年に、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスで、プロデビュー。アパラチアンリーグのルーキー級ダンビル・ブレイブスでも、 プレイし、2球団合計で55試合に出場して打率。269、4本塁打、18打点、16盗塁を記録した。2016年は故障のため、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブレイブスと A 級、ローム・ブレイブスの2球団合計で42試合の出場にとどまったが、打率。312、4本塁打、16打点、14盗塁を記録した。 オフにはオーストラリアンベースボールリーグのメルボルン a c ズでプレーした。2017年に MLB.com が発表したプロスペクトランキングでブレーブスの組織内では8位にランクインした。シーズンでは開幕から A 級フロリダファイアーフロックスでプレーし5月には A 級ミシシッピブレーブスへ昇格した。6月28日に同年のオールスターフューチャーズゲームの世界選抜に 選出された。7月13日からは、トリプル A 級、グーインネットブレイブスへ昇格し、この年は3球団合計で139試合に出場して打率。325、21本塁が、82打点、44盗塁を記録した。シーズン終了後には、ベースボールアメリカマイナーリーグ年間最優秀、選手賞に選出された。オフには、 アリゾナフォールリーグに参加し、ピオリア・ハベリー・ナズに所属して23試合に出場し、打率325.7本塁が16打点などを記録し、史上最年少かつ唯一の10代で MVP に選出された。2018年は開幕からトリプル A 級グーインネットストライパーズでプレーしていた。4月25日にメジャー契約を結んで、 アクティブロースター入りした。同日の新シシナティレッツ戦にて、6番、左翼手で、メジャーデビューし、5打数1安打イ得点だった。翌日の同カードでは、メジャー初本塁打を放った。5月27日のボストンレッドソックス戦で1塁へ、走塁した直後にスパイクが芝に引っかかったような、形で左膝を痛め、軽度の左膝前十字靭帯損傷と腰の打撲と、 診断されて故障者リストに登録された。8月13日にマイアミ・マーリンズとのダブルヘッダーとなった2試合で先頭打者本塁打を放った。ダブルヘッダー2試合での先頭打者ホームランは MLB 史上4人目の快挙である。翌14日に3試合連続となる先頭打者本塁打を放った。3試合連続での先頭打者本塁打は1996年に ブレーディアン・ダーソンが4戦連続を記録して、以来初となった。また、11日のミルウォーキー・ブルワーズ戦から本塁打を放っており、メジャー史上最年少での5試合連続本塁打となった。ブレーブスでは2006年のブライアン・マッキャンの連続本塁打記録に並んだ。翌15日、マーリンズとの4連戦の最終戦では、ホセ・ウレーニャから、 初回戦闘打者の初球で左肘にぶつけられたため、記録を伸ばすことはできなかった。大事を取って2回の守備からベンチへ退いたため、連続本塁打記録も途切れた。ブレーニャは直後に退場処分となっていたが、翌16日には6試合の出場停止処分も、課せられた。デビュー以降、左膝負傷による欠場を除きほぼフル出場の111試合で、打率29、293。 26本類が64打点16盗塁を記録した。オフには2018日米野球の MLB 選抜に選出された。来日中の11月13日に新人王受賞が発表された。投票では一切下の不安素と投票を分け合う可能性もあったが、結果的には大差での受賞となった。 2019年4月2日に8年総額1億ドルで契約を延長したことを発表した。2027年シーズンからの2年間は、球団側に選択権があり、行使されれば最大で10年総額1億2400万ドルとなる。シーズン序盤から安定した成績を記録し、オールスターゲーム及び本塁打競争に初選出された。盗塁数も多く、 8月24日のニューヨークメッツ戦でマイク・トラウトに次ぐ史上2番目の若さで30本塁打30盗塁に到達した9月19日に45本塁打を放ったことで史上最年少での40から40達成が期待されたが37盗塁で惜しくも届かなかったしかし盗塁王に輝いたほか打率280、41本塁打 101打点、127得点の成績でチームの2年連続地区優勝に貢献した。ポストシーズンのディビジョンシリーズでも打率、444、オプス1.454を記録したが、一方でタイマン総類で同僚に苦言を呈されることもあった。オフに自身初となるシルバースラッガー賞を受賞した。2021年5月3日に4月のプレイヤーオブザ。 マウスを受賞した。5月4日のナショナルズ戦で MLB 全体でも最速となるシーズン15本塁打を記録した。6月20日のカージナルズ戦で金広主元から通算100本塁打を達成した。7月1日にファン投票で通算2度目となるオールスターゲームに選出された。7月10日のマーリンズ戦で守備の際にジャンプした後の着地に失敗して、 右足を負傷したんかで運ばれ退場した。その後右膝の全十字人体断裂と診断され、シーズン中の復帰は絶望的となった。走行手に身体能力を発揮し、スターリング・マルテと比較される。打撃は、ショーン・ケイシーからロベルト・クレメンテに匹敵すると評され、強い体幹と体の回転により、テイクバックなしで打つことができる。また、バレルをうまく使っている。 野球一家に4人兄弟の長男として生まれ、父親と祖父はマイナーリーグでプレー経験があり、5歳年下の弟であるルイス・アンヘルもテキサス・レンジャーズ参加でプレーするプロ野球選手である。また、叔父のホセ・エスコバーは1991年にクリーブランド・インディアンスでプレーしたメジャーリーガーである。ありがとうございます。